差し木する分のオリーブはこれです。ひな風、これ新しく出た品種ですね。一般的にこう売ってる苗木と比べて、なんかこう下も三つ股みたいに根から出てきてですね、非常に何かこう 大きくなりそうな雰囲気の品種です。で、本当剪定は冬の間した方がいいんですけど、まあ、ちょっと差し木もしたかったので、差し木もだいたい1月2月の方がいいんですけどね、まあ、ちょっとやってみようということで、内側に向いてる枝を剪定した分ですね、それをここから差し木にしたいと思います。こんなオリーブばっかし買ってどうするんだっていう感じですね。ちょっと買ってます。なかなかいいオリーブですよこれ。ちょっと値段はまあ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 ですね、値段的に。オリーブの挿し木をしたいと思うんですけど、前回とまた違ったやり方をしようということで、今回はこのメナデール、メネデールですね、植物活性、活性剤かな、これを100倍に薄めて、これ1リッターで普通これキャップ1杯ですけど、200cc ぐらいしかないから、まあ、少しですね。これに挿し木を、しばらくつけときます。約1時間ぐらい。そして、ポットに移したいと思います。今回は土も、挿し木用の土もちょっと入ってみたいと思います。今回は肥料一切なし、通常のこの安い培養土を、
もう一度、先ほどのこのメネデールですね、植物活力素、挿し木、株分け、植え替え、花苗、野菜苗の植え付け、果樹、花木、庭木の植え付け、種まき、球根の植え付け、弱った草花、庭木等の回復、切り花の水揚げ、ハイドロカルチャーやアクアリウム、これしない用途ですね。標準的な濃度は100倍、約水1リッターに対して、キャップ1杯ですね。成分はメネデールは植物の生育に欠かせない鉄を二価のイオンとして含みます。化学合成成分を一切使わない安全で環境に優しい園芸用活力素です。メネデールは肥料農薬ではありません。まあ、そういうものですね。まあ、これを今回は使うことにしました。まあ、ちょっと先日差し木した分が半分近く、約4割ぐらいつかなかったからですね、少しちょっとやり方を変えて、この土の配合もだいたい正式なやり方みたいなんですよね。で、まあ、基本に変えてやってみようかなと思って、今回こういう形で やることにしました。早速、ひな風ですね。ひな風を差し木したいと思います。このひな風っていう品種はなんかいいですよね。なんか見た感じも、ボリュームがこうあるというか、たまたまこれもネットで調べても多分まだ出ないと思うんですけど、たまたまこれも園芸店で見かけて、あ、これはいいなというオリーブだったんですよね。こっち側がひな風で、こっちの4つがあるべきなんですね。おととい買ったやつです。ちょっとやっぱ葉っぱ の色とか、まあ、大きさもそうですけど、こう形も少し違いますよね。こうあるべきなの方、こう波打ったような感じですよね。これ見たら分かりますけど、こう少しな、これまあ育ちが悪いのかどうか知りませんけど、なんかちょっと葉っぱのあれが違うなぁと。ひな風の場合はこうまっすぐっていうか綺麗ですよね、曲線が。まあ、無事に育ってくれたら
いいですね。しばらくは日陰で、ここは明るいですけどね、上が寒冷紗張ってますんで、たまに日は照りますけど、日中の一番暑い時期は日陰になるようにしてあります。しばらく活着するまでは日陰で育てたいと思います。以上です。